柿田川公園の第二展望台から見られる脇き清水町は、静岡県東部にある町、寸島郡に属する。伊豆半島の付け根に位置する温暖な地域である。町の中心地域を柿田川が、北から南に流れ、町内で町を、南東から西に横断する仮野川に合流する。急峻な山々に抱かれた平野部によって成り立っており、平野部には、田畑が広がり、 稲作が盛んである。山々では林業も行われている。国道1号が町北部を東西に横断しており、このため沿線地域は商業活動が盛ん。西に沼津市、東に三島市があり、これら人口密集地への交通の便が良いこともあって、ベッドタウンとして機能し、農業地帯でもある町の南部に至るまで宅地開発され、多くの住宅街を要している。 町役場は、柿田川に近い狩野川北川に位置しており、その南東には沼津卸商社センターが広がり、静岡県東部の物流を担っている、主な山河川、編集主な川古城、編集主な池年々人口が増加していたが、国勢調査では、平成22年をピークに減少をし始めている。静岡県沼津市や三島市のベッドタウンとして、1960年代以降に、 急速に発展した、町長、編集現町長、歴代町長、土長と沼津市は、長期間合併協議を行っている。最初に合併協議会を設置したのは1966年11月。1967年8月には、合併が内定し、静岡県への申請も行われた。しかしこの時は、合併に至らず、無期限延期となった。ただし将来の合併を見据え、 協議会は解散しなかった。1996年に2度目の合併交渉に入る。中核市の実現を検討するため、清水町の要請により、沼津市、清水町中核市推進協議会を報道で設置。同庁は、中核市が実現しなくても2010年までには、中核市実現への第一歩として、単独合併の合併協議会を実現させるとの、 スケジュールを確認する文書を取り交わした。2003年12月に、当時の平井清水町長が議会での発言において、沼津市、清水町中核市推進協議会の確認事項を否定。2004年に中核市推進協議会は解散され、沼津市の清水町に対する不信感により、沼津市から合併協及び、ゴミ資料処理委託の廃止が通知された。これをきっかけに、 同庁は西山町による合併協議会の設置を提案。同時に西山町の合併協議会が設置できなかった場合、沼津市との単独合併の合併協議会を再開する旨の書面申し入れを行った。しかし、西山町による合併協議会設置は、三島市議会が否決したため実現しなかった。結果的に単独合併での合併協議会が再開される。 予定だったが、平井清水町長が合併協議会は再開できない旨の申し入れを行った。平井清水町長が沼津市との署名約束を2回保護にしたことで、沼津市の清水町に対する不信感が高まり、2006年3月で沼津市へのゴミ資料処理委託を打ち切られることとなった。これにより資料については、三島市ゴミは神奈美町が期限付きで引き受けていた。 2007年に平井本清水町長の人気満了に伴う町長選挙により当選した山本博康町長が沼津市に対して謝罪し沼津市が信頼回復としたことでゴミ資料処理委託を再開することとなったが現在のところ沼津市との間で合併協議会は設置されていない国立病院機構静岡医療センター本部消防署主な病院海外 編集姉妹都市国内、編集かつて全国4つの清水町と姉妹締結を結んでいた。しかし和歌山、福井両町が近隣自治体と合併したことに伴い、2005年12月に自然解消となった。工業と農業が盛んである。また主要幹線道路へのアクセスの便が良いことから、運輸会社の営業所が多い。町内を走る国道1号沿いには、レストランや、 ショッピングセンターがあり、多くの人々で賑わう、特産品、柿田川の水をもとに譲る下お酒、清酒と焼酎がある、主な商業施設県立町立町立、東海旅客鉄道東海道本線が北部をわずかに、かすめるのみで、町内に、駅はない、路線バス国道県道犠牲川八幡神社にある、対面席主な城郭主な神社主な史跡、ありがとうございます。